彼はいつものバス停で会おうと言ってきたが、あの場所が万が一悲しい思い出になったらと思い、屋上にしてもらった。あの、寒くないですか？いえ、平気。そうですか。今日は来てくれてありがとう。いえ、とても良かったです。やっぱりあなたのバイオリンは素敵だ。ありがとう。そのうまくは言えないんだけど、あのこの前の初恋の人の絵、確かにあれは最近描いたものです。同じ中学の美術部でした。仲も良かった。一緒に避難して仮設の校舎で一緒に過ごして、ずっと一緒に絵を描いた。でも僕は結局彼女に告白できないまま高校で離れ離れになりました。僕は悔やみました。どうして何も言えなかったんだろうと。だからあなたと出会った時、僕は変わろうと、そう思った。彼だけに決めさせちゃダメ。あの、はい。初恋の人のこと今も好きですか？僕を信じてくれないかもしれない。ずっと怯えてた。このままではいけないと知りながら。でも、もう後悔するのは嫌です。バスであなたを見かけてから、そしてあの石橋で声をかけた時から、あなたのことがずっと好きでした。僕と付き合ってください。藤波くん、浮気したら許さないんだから。私もあなたが好き。よろしくお願いします。ありがとう。校舎の下の階ではひーちゃんたちが私の帰りを待っている。今の見られてないよね。もう戻らなきゃ、戻らなきゃ。でもあと10分、いや5分でいい。彼と一つになっていたかった。